はい、それでは、まあ、この先ほど出てきたアイデアですね。これをじゃあどういうふうにして企画という形、そこから計画という形にして落とし込んでいくかということでお話していきたいと思います。まあ、アイデア、さっきアイデアの出し方について先ほどまでお話ししてきましたけど、まあ、言っちゃなんなんですけど、思いつきですし空想ですし、まあ、下手すりゃ妄想です。でこれだけだと、誰が何をいつまでどうやるんだという計画まで当然落とし込みません。ですので、このアイデアを実現可能なものにしていく、企てるから企画なんですよね。で企画をした後でそれを実際に計ですね、計算できるような形にして落とし込んでいくのが計画というところで、これからお伝えしていきたいと思います。まあ、必要な要素、これはいつかできたらいいななんですけど、企画して計画に落としていくためにはいつまでに実現するのか、どこかでできたらいいなではなくて、どこでやるのかということを 5W2H で落とし込んでいきます。まあ、その時にいつまでに実行完了するのか、例えば今2017年の7月なんですけど、2017年中に実現したいですと。でそれはなぜ、いや実はこういうことがあって、その先にこれをこと考えてるんだ、そことうまくつなげていきたいねというような形で、なぜっていう質問を、それぞれについて質問をしていくことで、この根拠が明確になってきます。いつまでっていうのがおぼろげであれば、逆になぜその日なのと言われることで、初めていつまでの部分を明確にしようというふうにこの脳が働き始めます。ですので 5W2H なんですが、上記の 4W2H について Y なぜで確認をしていきましょう。でこちら、やはりツールがあると便利です。これはまあ、私が過去もう4年間ぐらいかずっと、まあ先生としていろいろなことを教わっている長谷川先生なんですけど、長谷川先生が使っている、企画シートですね。でアイデアを企画に落とし込んでいくときに、まあ、何々の企画ですよと。でどうしてその企画を思いついたんですか、実はこういうことでこの企画を思いつきました、背景ですとか経緯ですね。でここが伝わらないと、なぜそれをやろうとしているのかわからないわけですから、この背景経緯というところがやっぱり一番重要になってきます。でこういうような経緯でこのテーマについて、実現したいと思います。でこれを実現するにあたっては、まあ、機会と脅威、チャンスとピンチがあります。で具体的にはいつまでに何をどういうふうにやっていくんだという目標が掲げられまして、これを実現するための戦略アクションプラン、誰が何をいつまでにどういうふうにやっていくということが明確にされていて、まあ、最後にビジネスであればやはり経済性ですね、これだけにかかった労力もしくは費用に対してこれだけのものが得られますというのが経済性として数字で明確にされていく。ここまでできてくれば、まあ、本当に企画書としてまとまってきます。先ほどのこの 5W2H を明確にして、なんとなくこんな感じというものをさらにこのシートに落とし込んでいただければ、ただのアイデアが、企画になってきます。そうですね、先ほどのリップなんかもこの企画書にしていくと、まあ、普通の薬用リップ、いわゆる、効果がありますよというような言われている薬用リップについても、まあ、みんなが、普通に1本買うようになってきてしまうと、それ急激な伸びは期待できません。競合メーカーも同じようなものを出してきますので、まあ、価格競争になってきます。そのためにも新商品で市場シェアを獲得したいんですよと。だから今回こういうリップを出していきますということを、この比較では言いますよと。ただし、まあ、うちの会社には、まあ、特殊な技術もありません。一般的な薬用リップとを作る技術はあるけど、全く新しい技術はありません。また新商品開発という部分でも、こんな商品開発部があるわけではありません。そういうノウハウがありません。これが課題ですねと。で機械は、ただしこのリップをやってるところはそんなに多くありませんので、まだまだ競合がない状況ですと。
ただし売れるかどうかについては分かりませんね、やってみなきゃ分かんないと。でも今回やろうとしているのは、自社の既存技術を応用して口紅に代わるリップスティックの開発と販売をしていきました。薬用リップでありながら、口紅に代わる、存在のリップというものがないので、こういったものを作っていくということで、具体的なアクションプランに落とし込んでいく。で、売上目標については、こんな感じですねというようなことを企画していきます。でさらにこれを見た、上司ですとか、その、開発会議の中では、ここの部分はどうなんだということで、具体的な議論に入っていきますので、企画が計画に落とし込んでくれるかなというふうに考えます。で今の企画をじゃあ実現するためにはという時に、ここは本当に逆算思考でいかなければ、実現は不可能です。この現在ですね、こういうことを考えました。でこれを3ヶ月後までに実現したいと、先ほどの目標の中に書いているとすれば、ここで商品化するためにはその前には容器が発注決まってなきゃいけないねと。これちょっとあれか、商品開発と3ヶ月は厳しいですね。新規開拓で新しいところに入れるならここで受注が取れてなきゃいけないねとか、ここまでにはお客さんと商談してなきゃいけないねとか決まってくるかと思います。これを逆算的に、組み立てていきましょうというのが計画への落とし込みになってきます。でさらに誰が何件やっていくのというのを周知に分割していきます。こうすることによって、計画が、実行計画に変わってきます。行動量が、規定されます。誰が何をいつまでにどれだけの行動をしなきゃいけないのかというのが明確になってきますので、先ほどの結果につながりやすくなってきます。